山田哲人、女性から暴露される、都合のいい女にされた、ヤクルト山田哲人の元カノが告白、女性を性欲のはけ口としか見ていない。 A さんは、私がどこにいてもお構いなしにいつも突然呼び出されました、とこう続ける。はじめは恋愛感情もあり呼ばれることが嬉しかった。でも彼は部屋で優しくしてくれるわけではなく、自分がテレビを見たいときはテレビを見て、したいときはするだけ。オレームだからせめてとごろっと横になり、終わるとすぐにガーガー寝てしまう。そんな時は彼のペットのトイプードルと遊んで気を紛らわせたり、彼の寝顔を写真に撮ったりしたこともあったけど、これって都合のいい女だよね、とだんだん落ち込むようになってきました。文章を見る限り山田選手の性癖暴露となっております。ただのセフレやんけ。 M だからせめてと言って王都にやってもらうのは違うやろ鉄と。これ普通に家の盗撮ちゃうんか、盗撮の画像普通に渡すんやな。互いにワンチャン狙いで利用し合ってただけやろ。盗撮しててくさ、そらそんな女は体しか持ちいないわ。 W どうせ売るなら実況に使える語録の一つくらい用意しておけよ。典型的バカ女でくさ。嫌ならすぐに去ればええやん。なんか他の人の話がひどすぎて全然おとなしく見えるわ。穴差し出しただけで都市ウォークがワンチャンあって外れただけなんやから諦めろよ。え、としか言えない。ワンちゃん狙ってたら脈なしだったので、週刊誌に盗撮写真売りますって、面の皮厚すぎひん。パワープロ置いてあってくさ、やっぱりプロ野球選手でもやる人は多いんやろうな。こんなんチクるほどのことか。ご視聴ありがとうございました。